えー、Google ドキュメントにね、こんな機能があったんですね。っていうのはね、えー、通りだったかな。ツールを押す。間違えた。ファイルですね。このファイルのタグを開いて、えー、形式を指定してダウンロードっていうのがあるんですけども、こちらを見るとね、なんとですね、ワードとか、それから、書式なしの普通のテキスト、ウェブページとか、いろんなね、 形式でね、あのー、保存することができるんですよ。だから、あのー、ワードを持ってなくても、普通に Chromebook であの原稿を書いて、で保存するときにワードに変換して、クライアントに送るというやり方をすればね、まあ仕事として、Chromebook が、あのー、使えますね、えー。で、万が一ね、あのー、 うまく変換ができなかったとしてもあのテキストでも保存ができるんですよ。なんでまあ一応これも合わせて添付して送っとけば、まあ、万が一埋め込めないときも対応ができますよという感じですね。まあ後ろにねこのデーんと Windows パソコンが鎮座してるんですが。 まあそんな感じでね最近は全然電源が入っておりません。